皆さんこんにちは。福岡ソフトバンクホークスや読売ジャイアンツで活躍を続けてきた森福正彦さん、2019年には巨人からの戦力外通告を受け現役引退を表明されました。長年活躍されたホークス時代には現在ロサンゼルスエンゼルスで活躍されている大谷翔平選手が森福正彦さんに対してあるコメントをされています。これは投手にとって褒め言葉として受け取れるコメントだったようです。今回はそんな森福正彦さんに対する大谷翔平選手のコメントについて調査しました。まずは簡単なプロフィールからご紹介させていただきます。名前森福正彦、出身地愛知県豊橋市、生年月日1986年7月29日、身長体重172cm 70kg、投球打席左投げ左打ち、ポジション投手プロ入り、2006年大学生社会人ドラフト4巡目、豊橋市立栄小学校1年生時に花田フレンズで軟式野球を始めた森福正彦さん、小学校6年生時に豊橋選抜の投手として全国制覇を達成しました。中学校では豊橋スカイラークスで硬式野球を始めました。豊川高等学校進学後は高校2年、3年ともに夏の愛知大会で2年連続準優勝すると、高校2年時には56イニング自責点ゼロの記録を樹立しました。これは工藤公康さんの愛知大会記録を更新するもので、当時は三河のドクター K として話題になりました。準決勝では元プロ野球選手の山内聡真さん、長谷部康平さんを擁する滝つばた高校にも完封勝利しました。しかし決勝では元プロ野球選手の堂上剛洋さん、丸山隆を擁する愛工大名電高校に0対3で敗れました。高校時代はスライダーのキレとカーブの変化で三振の山を築くスタイルで、ストレートの最速が143キロだった森福正彦さん、2005年にシダックスに入社し、3月に行われた東京スポニチ大会で好投して新人賞を受賞すると、元日本ハムの武田勝さんと並んでシダックスの主力投手の一人となり、第76回都市対抗野球大会、第32回社会人野球日本選手権大会出場の原動力となりました。2006年都市対抗野球東京二次予選では明治安田生命を相手に打ち込まれて予選敗退を喫し、 JR 東日本の補強選手として第77回都市対抗野球大会に出場しました。堀井哲也監督の指導の下でクローザーを務め、 JR 東日本のベスト4進出に貢献しました。その後シダックスの廃部が決まり、日本選手権関東二次予選では東芝を相手に先発したものの、集中打を浴びて敗戦すると、シダックスはこの試合の敗戦をもって活動を停止したため、シダックス最後の試合で先発した投手となりました。シダックスの廃部に伴う特例で高卒2年目ながらドラフト対象選手となり、ドラフト指名されなければ JR 東日本への移籍が決まっていましたが、2006年大学生社会人ドラフトで福岡ソフトバンクホークスに4巡目指名を受けて入団されました。プロ入り当初は3クォーターでオーバースローとサイドスローの二刀流になり、2008年の秋季キャンプからフォームを改造しサイドスロー1本となりました。2008年10月時点では緩いスライダースラーブを投げていた森福正彦さん、2010年に投球開始までの静止時間が長いフォームおよびサインの交換が終わってから投球モーションに入る際に左手を高く上げる独特の動作を特徴とするサイドスローへ転身されています。平均球速約134キロ、最速 140km 序盤の速球と真横に滑るスライダーシュートを投げ分け、凡打の山を築く投球スタイルとなってから才能が開花しました。リリーフで登板する際、ファウルラインの手前で帽子を取りグラウンドに向かって一礼してからマウンドに上がるスタイルは多くのファンから称賛を受けました。2012年オフの11月6日に侍ジャパンマッチ2012日本代表 VS キューバ代表の日本代表に選出されました。第2戦に出場し6回同点から登板、1回を投げ無失点に抑えました。翌年には第3回 WBC 日本代表に選出され銅メダルを獲得されています。そして
2012年のオールスターゲーム出場していた際に将来的なメジャー挑戦志向もあることを明らかにしていましたが、2016年12月5日に巨人が森福雅彦さんの入団を正式に発表しました。巨人での森福雅彦さんは成績不振が続き、2019年10月2日に巨人からの戦力外通告を受け、12月24日現役引退を表明しました。引退後の2020年2月9日宮崎市で行われているソフトバンクのキャンプを訪れた森福雅彦さん、住まいを東京からかつて住んでいた福岡へと移し、今後の進路に関してはいろいろと模索しています。探しながらこの野球選手としての感覚を捨てないといけない、勉強していきながらですね。せっかくなので慌てて決めたくはない、ゆっくりといろいろ見ながら見つけていきたいと思っています、とまだ未定なのだそうです。ただ解説者としてのオファーは受けているようで、ありがたいことに解説の話をもらったので野球を勉強しながらやっていきます。子供の頃から野球を見るのもやるのも好きだった、野球を見られるというのは楽しい、と語っており、同年からは九州朝日放送とスポーツライブプラスの野球解説者に就任されました。そんな左腕投手の森福雅彦さんについて、現在エンゼルスで活躍されている大谷翔平選手が過去に報道陣の質問に答えています。対戦数こそ少ないながら、森福雅彦さんは試合の終盤にワンポイントの左殺しとして登板し、大谷翔平選手を通算9打数2安打打率2割2分2厘4奪三振と封じてきました。大谷翔平選手の森福雅彦さんからの初安打はプロ4年目となる2016年5月19日の対戦でショート内野安打でした。クライマックスシリーズファイナルステージ第3戦では日本ハム3点リードの7回に3番手として登板した森福雅彦さんに内角を意識させられた上で、外角に大きく外れるスライダーで完全にタイミングを外され、大谷翔平選手のバットは空を切りました。大谷翔平選手は左に対して出てくるピッチャーなので、森福さん自身は1イニングをしっかり投げたいという思いでセリーグの球団に行ったんだと思う、と天敵の心情を推察しました。その上で、いたらいたで嫌なピッチャーかなと思う、左という括りの中で独特の球筋ですし、左を抑えるために出てくるピッチャー、もちろん簡単には打てないですけど、と大谷翔平選手は森福雅彦さんの印象を語りました。当時の大谷翔平選手を脅かす存在だったことがうかがえますね。現在では現役を引退され野球解説者として活躍されている森福雅彦選手、かつての戦友である大谷翔平選手の解説をされるのもいつか見てみたいものです。今後の森福雅彦選手の動向に注目が集まりますね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。